これ東京新聞ですか。あ、まあ磯子さんのですね。これでもこの話は文春にも載ってたのかな。もっと V6 の人ね、 V6 のメンバーを打診されながらジャニーさんに性行為を拒否したとデビューメンバーから外されたっていう人ね。やっぱり磯子さんの記事ですね。これ望月磯子さんの記事です。木村真一さんって方、元ジャニーズジュニア、まあ、要はこの人はお父さんが事業を失敗して貧乏したと、子供の頃で、そんな時に高校生の時にお父さんがジャニーズに送ったんですってね、履歴書。そしたら何回か電話がかかってきたと。バイト先でジャニーさんだったら行った方がいいよっていうふうに言われ、ジャニーさんと会ったと。で、ジャニーさんに、ユウは顔がいいから絶対にスターになれる、ソロでは秋口デビューさせたいと口説かれて、学費は全部出す、東京に来てアルバイトできない時はその分は全部払うから、秋のデビューまで専門学校に入ったらどうかというふうに、ジャニーさんから説得されたってことですね。で、まず、なんか、ジャニーさんのとこ泊まりに行ったとき、ちょっと発熱、熱出したときに、いろいろ世話してくれて、お風呂に入って、夜寝てるときに、まあ、ジャニーさんに、まあ、また、やられたということですね。それで、これを断ったら住む場所や学校、デビューの話も全部なくなると思って、耐えたと。で、2万渡された、ジャニーさんに。高校卒業間近だが、なったときに、バレーボールできると聞いて、ちょっとできると言ったら、秋からバレーボールが始まるから、それでグループを作るっていうのが V6 ですね。それに、入れるよって言われた。またその時に、ジャニーさんに、なんかされたと。で、その時、5万を手渡して、だんだん値段が上がってきた。ただ、大阪に帰るって言った。やっぱり嫌だ。そしたら、ジャニーさんから引き止められた。でも、無理やり帰った。で、電話しても無視してた、ジャニーさんから。で、またなぜか出てきたんだよね。そしたらデビュー話がなかった、まあ、当然ですけどね。で、学費も出ないで住む場所もなくて、また貧乏生活が始まったと。で、ジャニーさんから言う、なんで出てきちゃったの、ジャニーさんに怒られたと。で、その後鳴かず飛ばずで、他のジュニアのメンバーに自分だけメンバーの中で、きちんとジャニー氏に扱われないのは性加害を一回受けた後は拒んでいるから、どうすれば、相談された時自分のようにならなかったら我慢できたぞと、性加害の共犯のようになってしまった、後悔していると。性加害に耐えなければデビューができない、スターになれないということが事務所の中で公然の事実のようになっていた。この仕組み自体がめちゃくちゃということが BBC の報道や被害者たちの告発で明らかになった。テレビでは未だに事務所のタレントを起用するなど、事務所もテレビの番組を支えるスポンサーも加害責任に向き合っていない。東山社長にどうしても言っておきたいことがある。所属タレントを守るのも大事だが、被害者に対しての誹謗中傷の注意喚起が弱すぎる。現在はジャニーズに性加害問題当事者の会がネット中傷対策をする NPO 法人ビリオンビーに書き込みの監視をさせていると聞いたが、事務所の責任でやるべきものだ。事務所が被害者の SNS、ネットなどを誹謗中傷を取り締まるチームを作り、監視強化するべき。それが心のケアの人。まあ、いろんなことをこれを読んで思うことがあるんですが、ここは結構問題発言だなと思うのは、性加害に耐えられなければデビューできない、スターになれないということが事務所の中で公然の事実のようになっていたってことは、もうだから V6 のメンバー全員、それを受けた、その洗礼を受けたって言ってるようなものですよね。これまあそういうことなのっていうところで、次にこれを、まあ、磯子さんがね、東京新聞でこれ出してくるってことは、10月2日の会見で、まあ、命は出るでしょうと。で、命が出た時に同じ V6 でこういうことが言われてるんですよ、性加害に耐えなければデビューできない、そうやって受けた人がいたんですよと、木村真一さんご存知ですかみたいな話になって、磯子さんがまた質問を叩き込むんだなっていうような、まあ布石なんだろうなっていうふうに思うんですよね。結構これは問題発言というか重要な発言だと思うんですよ。性加害が耐えなければデビューできない、 V6 のメンバー入りが幻にっていう、このちょっとここはかなり磯子さん仕掛けてきてるなっていうところですかね。あと僕がなんかちょっと疑問に思うのは、木村さんがジャニーズに入ったのが高校1年生で、高校3年生で辞めてるらしいんですよ。ジャニ
井さんって高校生まで行ってたのかなって話を読んで聞くと、大体小学生でから中学生、高校入った時点でパタッとやめて別の人に行くっていう話を聞いたんですよ。まあ、まあ、確かにこの人かっこいいんですよね。高校生の時の写真を見ると、うん、まあ、まあアイドルっぽいなと思うけど、まあ子供好きのジャニーさんからすると高校1年生から高校3年生結構大人じゃないですか。いや、そこ行ったのかなってちょっと疑問が残ると、まあまあそういう、まあ、単純な不思議な感じ。高校生ぐらいになるとね、ジャニーさんなんてちっちゃいおじいちゃんじゃないですか。高校生ぐらいになったらね、体力的には全然勝ってますよねと思うんだけど、でも、まあ、巨大な権力があるからこそ体力的には勝ってても耐えなきゃいけないところなのかなとかね、まあ、そう考えるとおぞましい話だよなっていうふうに思いますけど、まあ、いろんなことをちょっと思っちゃいますよね。いつも思うのはこのジャニーズの話って、もし自分がこの立場だったらどうなんだろうなっていうふうに思っちゃうんですよね。多分まあ僕がこういう立場に行ったとしたら絶対耐えてるだろうな。嫌だけどこれを耐えれば保証されてると思うんだったら、僕は現在の人たちがそうしたのかどうかは分かんないけど、あ、これをやればキムタクのようになれるんだって思うんであれば、もう多分僕はそうですね、墓場まで持っていくつもりでジャニーさんを耐えたんだろうなとかね、思ったりしますね、自分のことを考えたら。